はい、どうもつぶちゃん、ペガちゃんでございます。今回はですね、残っているお店の、建築やっていきたいと思います。前回飲食店、その前は病院だったんで、まあ大体イメージはついてたんですけど、このちょっとお店っていうのはちょっと大雑把すぎて、何をやるかちょっと、まだイメージが湧いてこないんですが、お店やりましょうか。はい、お店って本当大雑把ですからね。お店って聞いて、一回コンビニとか思いついてたんですけども、コンビニってそういえばセブンイレブンとのなんか Wi-Fi のコラボで あるので、それをやるのはちょっと、やっぱ専門的に、セブンイレブン作りたいなとは、後から思ってるので、何にしようかな、いろいろとありますよね。こういうなんか可愛い店から、こういうなんか、レトロティックなものまでありまして。まあ適当に、外観なんでね、これでいこう。この青いので、ちょっと可愛い系は作りたくないよね。お店っていうので、ほい。お任せください。まずじゃあ壁紙と床ですね。やっぱコンビニあるんだね、やっぱり。やっぱ駄菓子屋だったらこんな感じだったのかな。パステルタイル。青いタイル。これでいいかな。壁とかに追加がある。監視カメラとかあるよ。ほう。ってことは天井にも追加が。あ、それはないのか。天井なんか一つだけ開いてるよね。じゃあ家具の確認か。これ、家具の確認いきましょうか。多分、ここからかな。新しいのがあるのは。ジュークボックス。ジュークボックスなんだ。俺、ジュークボックスって知らないんだよな。もうちょっと年代が古い人とかなんだら、わかるのかもしれないけども。ここだね。じゃあ次、こっちか。なるほど。花屋とか園芸店？なるほど。そういうのもあるのか。やっぱ、商品棚とか、やっぱコンビニとか、スーパー系が、多いですね。ATM もありますし。SL ワゴン。カジュアルな陳列台。電光掲示板。なんだこれ。ネオンの看板。ちょっと電気っぽくなってきた。ガチャキャンディーも、これさ、あれじゃね？僕今思ったんですけど、これさ、ゲーセン作れねえ。とても思っちゃったんですけど、ほら、箱入りフィギュアとかもあるし。いけるよ、いけるよ、ゲーセン。一応全部各確認していきます。このコンビニの制服とかってなんか飛び出せん時にあった気がするな。なんかちょっとローソンっぽいんですよね。よし、決めた。僕決めました。ゲームセンターを作ることにしましょう。ゲームセンター、ちょっと家具がね、少ないのかも、知れませんが、いいでしょう。となると、この床と壁紙は明るすぎる気も、するんだよな。もうちょっとなんか暗い感じがいいのかもしれない。
で、天井もちょっとあれな気がする。天井というか壁もね、もうちょっと暗い方がいい気がするな。ただ壁紙の種類がちょっと今少ない。これはおかしいね。壁はパステル、これでいいか。で、天井かな。まず天井から攻めていこうかな。天井、ゲーセンの天井、イメージがないな。普通の照明とかも多分、ないだろ。これか？多分よくある蛍光灯とかじゃね。これじゃね？こういうの適当に、真ん中に置いとこうか。で、壁、これ、これがラグか。多分ラグはいらないだろうね。壁になんか貼るものないかな。はい。これかな。壁の電光掲板。これいいんじゃない？これをなんかこのど真ん中に設置して、インパクトを与えていきましょう。で、で、入り口をね、まず、にぎやかに。これか？入り口をにぎやかにしたいですね。ネオンの看板。やっぱゲーセンってなんかそういうなんかネオンとかそういう系がするじゃないですか。これをこういう感じで置いとくか。寝台入荷しましたよ、みたいな。で、この電光掲示板マークが一緒だからな。で、キャンディーマシーン。これ置いとこうか。これをこっち向きに置いて、子供とかがよく、これはいいですね。で、あとはなんだ。ここからゲーセンだよね。クレーンゲームは大量入荷しようか。これクレーンゲームの中にさ、フィギュアとか置けたら、すごいと思うんだけど、さすがに無理かな。どこだっけ？ここか？こっちか。これ置ける？あ、さすがに無理か。それ無理か。で、やっぱ、僕もね、クレーンゲームはね、非常に好きで、この前、スプラトゥーンのバスタオルをね、ゲットしたぐらい。すごいね、クレーンゲームは大好きなんですよ。だからクレーンゲームこうやって置いといて、ただね、クレーンゲームってやっぱ、不正とかあるじゃないですか。だからこうやって、監視カメラもつけてと。違反行為をね、防止します。で、あとは、アップライトゲーム機。すごくマリオっぽいですね。最近ね、なんかこれアップライトゲーム機って、これなんか鉄拳みたいなもんなんですけども、すごい進化しましたよね。なんか、この前なんかポッケンってやつをやったんですけども、すごく面白かったです。ここに2つ。で、テーブル兄弟。昔の格闘ゲームってこんな感じだったのかな？これ2台ずつ設置しましょう。で、椅子だね、椅子。背もたれがない椅子っていうイメージがあります。どんな感じだろう。これ、丸椅子とか、お似合いじゃね？ほい。すごくお似合いな気がする、これ。ここ。ゲーセンっぽさが出てきた。でもなんか足りないよな。
何かが足りない。あれですよ、あれ、ポップコーンマシーン、これ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 、うん、これいるでしょ。僕もちっちゃい頃よくやりました、アンパンマンのポップコーン工場とか。うん、これは絶対いるよ。うん、なんかあと、なんだっけ、キティちゃんのポップコーンとか、あれでよくなんかぐる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 回して食べましたよ。うん、ポップコーンマシーンはね絶対いる。うん、あ、ビリヤードはゲーセンにあるかな。あ、ビンボール台、ビンボール台。うん、これもいりますね。で、あとは、すごいなぁ、ゲーセンも作れるんですよね、これ。お菓子の自販機。あ、うん、ATM はいるよ。ATM は。うん。あのね、ちょっとこれ一つずつ出していこう。クレーンゲームって、やっぱすごいすぐお金なくなっちゃうじゃないですか。だからこうやって ATM でお金を引き出させると。うん。お金を引き出してクレーンゲームに集中してもらうと。うん。いいんじゃないですかね。クレーンゲームってやっぱ、うん。ゲットしようと思ったらやっぱ3000円ぐらいかかるじゃないですか。うん。僕もさっき言ってたスプラトゥーンのバスタオル、あれ3000円かかりましたからね。うん。いいんじゃない？あとは、あとなんかないか。あー、でも、あー、そうか、あるじゃないですか。ゲーセンって、すごい僕、ちっちゃい頃、ホッケーで遊んだイメージが強いんですよ。ホッケーはないのか。じゃあ、ビリヤード台にしましょうかね。うん、なんか、すごい僕、ちっちゃい頃、ホッケーで遊んだイメージが強いんですよね。うん。OK はないですけど、ビリヤードで、どうにかしましょう。て、この、看板邪魔だな。うん。いいんじゃない？うん。多分、YouTube で動画、このハッピーホームデザイナーの実況してる人で、ゲームセンターなんて作った人誰もいないでしょ。うん。完成ですよ、これ。うん。完成。ちょっと、うん。あ、は？は？レジ。レジ。レジだと。レジだと。ちょっと待て。ははーん。マジか。ちょっと待て。これは重大な問題だ。ゲーセンにアイスケースなんて置いてあったらおかしいしね。くっそー。まずい。これはまずいですよ。大ピンチですね。うん。これは大ピンチです。あとクレーンゲームこれ1個削除して、ちょっとなんか、唐突っぽい感じもしますけど、ここに、さっき言ってたフィギュア置きましょう。うん。あ！ちょっと待って、テーブルサッカー置きたいな。おい。これでいいんじゃない？うん。これ箱入りフィギュアで。うん。こんなものが取れますよーっていうね。うん。ちょっと待って、テーブルサッカーはちょっと、うん。行きたいんだけど、置きたくなったけど。うん、これで商品の台はクリアしてるんだよね。レジ。レジあんなー、レジなんてあったっけ、ゲーセンに。うん。いるか？
まあ、しゃあない。公共費を使ってますからね。しゃあないね。これは、ちょっと、じゃあ、ここになんか店員さんちょっとに、あれする感じで、ちょっとこのクレーン、ゲーム取りづらいので、ちょっと取りやすい位置に移動してくれませんかみたいな感じで。ここに置いときましょうか。しゃあない。ちょっとなぁ。この縛りさえなければ、僕はかなりいけてたんですけどね。まあ、それもまたいいのかもしれないですけども。しゃあない。これはしゃあない。よし、これでいいでしょ。これでもう、最低限のね、あれ守ったんで、さっき言ってたテーブルサッカー置きましょうか。テーブルサッカーもいいですよね。ちょっと待って、これ遊べないな。これ座れる？あ、座れないのか。なんかあれだな。わかった。これ、一個下げて。これはいいんだよ。これはいいんだよ。いやー、ほんとあれいらないよね。レジなんていらねえよな。これでいいんじゃない？これはいいと思う。おいし、いいんじゃないでしょうか。楽しい楽しいゲーセンです。ちょっとちっちゃい、街の、端っこにあるちっちゃいゲーセンですけども、十分な娯楽の場にはなるんじゃない？はい。OK、もういいでしょう。はい。わっほー！ほんとレジいらないよな。僕もゲーセンね、月1回は行ってますね。クレーンゲーム、大好きです。どうだ？いいですね。なんかゲーセンっぽくない風景だぞ、これ。なんだこの風景。なんだこれ。あ、ゲーセンなんだから遊んでほしいよね。そこのクレーンゲームとかで、お金をどんどん、浪費してもらいたい。おう、しずえさんなんかフィギュアゲットしたのかな？なんか、袋持ってるけど。いいですね。なんかそれっぽくない風景だったけども。さあ、住民の皆さんがどうやって楽しんでくれるかっていうのがね、僕はすごい楽しみです。これは、でも、自信作。我ながら自信作ですよ。はい。OK です。とりあえず、飲食店、病院、お店、3つ終わったので、公共事業はしばらくお休みになるのかな。ということで、新しくできたゲーセン行きましょうか。はい。
おおおおうん、ちゃんと憩いの場になってそうだ。どう？気に入ったもの見つかった？うん、気に入った。変なものは買わないわ。あ、やっぱゲーセンっぽくないんだよな。まあいいか。はい、うん、あの今日はね、うん、うまるちゃんのフィギュアがね、うん、入ってますよ。あのうまるちゃんのフィギュア欲しいよね。うん、まだ多分商品化されてないんだろうけども、うん、僕は出たら速攻クレーンゲームしに行きますよ。うん、え、なにこれ、え、クレーンゲームってアクションあるんだ。初めて知ったんだけど。うん。ほら、初めて知ったんだけど、クレーンゲームにアクションがあるんだって。うん、まあ、まあいいでしょう。うん。うん。なんか、うん、お店なんだけども、ゲーセンでいいでしょう。ちょっと変わったお店ってことで。うん。いいよね。キーマリ。タルキャングティングも俺よって、日報書きましょうか。次回はなんか普通になんかね、うん、外回りとか、言うてましたけども、次回もなんか公共事業出たらね、実況したいと思います。次回のアップまだ結構ね、うん、結構マイペースでやってるんで、うん、ちょっとね、うん、クリアまでかなり時間がかかると思いますけども、うん、よろしくお願いしますと。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。